どうですか？このまとめ髪、寝起きから1分でこんなに可愛いアレンジできちゃうんです。おはようございます。おはようございます。みさきです。はい、渡辺でございます。はい、みさきの部屋始まりました。はい、よろしくお願いします。今日もということで、今日は、はい、もうみさきさん今日何もしないですよね。起きたばっかりの寝癖から1分でできるまとめ髪を紹介します。はい、はい、ということで、冬になってきてもう寒くなってきたらね、朝起きるの結構苦手で、もう布団から出られないね。で、やっぱりこう寝坊してしまう。でも朝時間がないから髪の毛どうしようっていう方が結構多いかなって。そんな時に使えるヘアアレンジを今日ご紹介します。はい、はい、ポイントが3つあります、うん、まず寝癖からしっかりと溶かす、うん、そしてスタイリング剤でしっかりと保湿をする、うん、そして最後にしっかりと髪の毛をねじる。この3つで。このねじるっていうところがまだポイントだよな、はい、この3つを意識していただくだけでめちゃくちゃもう可愛くなります。ということでね、皆さん見逃したらちょっと大変なんで、はい、ぜひ最後まで動画をご視聴ください。お願いします。はい、それでは動画どうぞ。今日使うのはまずブラシ、スタイリング剤がミルクとオイル、ヘアクセがこちらの大きめのクリップです。まず全体をしっかりと溶かしていきます。毛先をの絡まりをしっかりと取ってまとまりを出していきます。ミルクとオイルをワンプッシュずつ出してしっかりと混ぜ合わせてから、毛先、表面と伸ばしていきます。内側もしっかりとつけていきます。スタイリング剤をつけたらもう一度溶かしていきます。こうすることによって全体にスタイリング剤が均等に馴染んでくれます。髪の毛全体を後ろでまとめて手ぐしで表面を整えていきます。だいたい耳の高さくらいでまとめていきます。毛先の部分が上に来るようにねじっていきます。この時にしっかりとねじります。ボブの人だとだいたい3回くらいでしっかりと毛先が内側に入ってくれます。上からクリップで留めていきます。この時にしっかりと地肌にクリップが触るような感じがあるとしっかりと止まってくれます。こんな感じでしっかり止まっていれば OK です。ほぐしていきます。クリップをしっかり押さえて止めた部分の少し上くらいからほぐしていきます。この辺をほぐしてしまうと崩れやすくなってしまうので、なるべくこの上の部分をほぐしてあげます。トップにボリュームが出にくい人は少し上に引き出すようにボリュームを出していきます。全体が整って可愛く決まったなと思ったら完成です。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。やっぱ結構簡単にできるよね。めちゃくちゃ簡単ですね。うん、だけど、はい、やっぱさっき言ってたポイント結構大事だと思うので、はい、ちょっとおさらいしようと思うんですけど、まず溶かす、うん、そしてつける、うん、そしてねじる、うん、この3つをしっかりやることによってめちゃくちゃ可愛いし、早く綺麗にまとまるような感じになりますので、この3つを意識してしっかり
やってみてください。寝起き1分でやるってことなんで、はい、遅れ毛だったりも巻いてるんで、やってないですね。で、まあ、欲しい方はまあ1分ちょっとかかるかもしれないですけど、はい、まあ、そこでちょっと巻いてもらっても華やかでおしゃれになるかなと思いますので、ぜひそちらもやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。今後もね、皆さんが簡単に綺麗になれるようにね、可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。